皆さんこんにちは。モナリザクロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん、今日はこのニコン DF と AFS ニコール28mmF1.8G この組み合わせで撮影した写真をお届けします。実はこの2週間はこの組み合わせで撮影をしていました。どこに行くのも大体これで持ち歩いていました。楽しみながら撮影し、そして YouTube の画面、このね16対9の画面にトリミングをし、レタッチしたものを見ていただこうという狙いでございます。はい、最初は明るいトーンでスタートしていき、終了の頃には暗いトーンで一日を終える、そんな感じで編集してみましたので、それではご覧ください。AFS ニッコール 28mmF1.8G、 このレンズはそれ以前の D シリーズや S と比較すると結構大柄なんです。現行の 1.8G が上ですね。こちらになります。それから一つ前の 28mm、この大きさ、このデザインは DF にぴったりかなと思いますね。こちらはマニュアルフォーカスになりますけども、この 28mm もね、魅力的ですよね。ニコンのこれらの古いレンズは生産が終了してると思いますので、値段も上がってってるんですよね。20mm の S を買おうと思ったら、いや、去年から見たら3万ぐらい上がってるような気がしますね。もともとこの 28mm を購入したきっかけの一つは、この DF のカタログ、一番最初に出てくる写真、これが 28mmF1.8G で撮影した写真なんですよ。そのような影響もあってね、こいつを購入して楽しんでるんですけど、
大きいんですけれども、思ったより軽量で、DF につけていても苦にはならないですね。ナノクリスタルコートの採用で、逆光にも強く、極めてシャープな絵作りをしてくれます。ボケについてもフルサイズ一眼レフならではのまろやかな、とろけるようなボケを出してくれます。まあ、気に入ってるのは開放 F1.8 から素晴らしい描写をしてくれるところだと思っています。いつも紹介させていただいているこの本によれば、圧倒的な力を保持するような画角は備えていないが、それはやっぱり24とか20ミリでしょうね。でも被写体にそっと寄り添える優しいレンズ、28ミリでしか出せない味は確実に存在するって書いてます。ピント合わせは RF 方式を採用しているので AF が早い。本当早いですよ。すぐ合ってくれますし、まあ、特に困ることがない、欠点の少ない、レンズだと思いました。今日は私のレタッチを加えて見ていただきました。いかがだったでしょうか。もし感想がございましたらコメント欄にお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。